いいですか、okay. では1時55分ですので、はい、30分間よろしくお願いします。変身します、変身。Thank you.
失いかけたものは熱い血潮と君のところに宿る思い出4年ぶりですよね。だって前回っていうか前4年ぶりですって。4年5ヶ月。いや、花神楽のマンスリーライブに前回出て、これですよ。だから前回いつやったのか、最後は2020年の2月。分からないけど、もう増えたけど、はい、ということですね。本当にこの花神楽のマンスリーライブが復活しまして、本当におめでとうございます。りっちゃん頑張ったね。コロナ禍でも頑張りましたね、はい、本当ですね。さっきもりっちゃんと同い年です。りっちゃんはあのちょっと園芸でね、はいはい、飯を食ってるというか、はい、私も農家出身でございますから、紀、はい、北町というところで生まれまして、で今あのこのオリジナルでですね、今日はそのオリジナルしか歌えないので知らない歌ばっかりですけど、あの吟遊詩人という歌と公園の少年というですね歌をちょっと歌いました。では次ですね、松山千春の旅立ちに対抗しまして、旅立ちセカンドというですね作っております。それをですね歌っております。
気持ちがいいんですけどね、聞いてる方がどうかわかりませんけど、ですね、次歌う曲が東日本大震災の前から歌ってたんですけど、東日本大震災があってまたの復興応援ソングということでね、また歌い出して、この後また熊本地震とかで、この前のね、後藤半島地震とかですね、あってすごく、災害がですね、続いていますけど、また今この梅雨時期にまた大雨がですね、降りましてですね、はい、それでそれの復興応援ソングということで、道端の白い花という曲を歌います。
しんどしよいな足早に緩やかに過ぎる時を見つめ誰一人として立ち回ることもないただ壁に浮かれてゆらゆら揺れている何も知らぬ小さな白い花よ君はいつからそこに咲いているのか暖かな東に見つめられていつまでもそこに咲いて一輪の白い花雨風に打たれて枯れ落ちることはない白い花びらがまるで誇りのように穏やかな風を受け静かに揺れている何も知らぬ小さな白い花よ君はいつまでも朽ち果てることはないいつまでもそこに咲いてておくれ何も知らぬ小さな白い花よ僕はいつまでも君を見つめているよ柔らかな日差しに見つめられたいつまでもそこに咲いてた僕ら柔らかな日差しいつまでもそこに咲いてておくれ道端の白い花でですね、レドルフレブリーク私、紀北町というところですね生まれるんですけどうちの親父が、今年91になる親父が、はい、まだ元気で、はい、
田んぼをですね作っていくんですよね。で私もこの前ちょっと田植えに変えてですね手伝いに帰りました。本当はあの親父がですね90ですよ、考えてください、自分が90になって農業できますかというかですね、本当もう頭が下がると思うんですよ。でこの今からですね歌う曲は、タヌカンさんって皆さんご存知ですね。はい、田んぼをですね守ってる神がありますよ。タヌカンさんのですね歌を、作りました。これはあの枕崎でですねあのチャンサメさんってあの変なおじさんがいますよ、あのテレビであの調子もったいなシナプスかなんかのあのチャンサメさんのですねイベントで呼ばれまして、ちょっと私が強引に押しかけてですね来るんだったらあの歌を作ってくれないというふうにですね言われまして、それであのその田中さんの歌を作ってきますということで、その当日の朝ですね、どっか5時ぐらいに目が覚めて、さーっと降ってきて、また作った歌です。はい、聴いてください。枕崎でおりました、和沢奥義、田中寛さんの歌です。
私たちのあなたを人間の持つ力の全てを輝かせてくれ。日曜日西の地中振り今ですね、こうやってコロナが、収まりましたというか、またちょっと増えてますけどですね、こうしてまた歌が歌えるようになってすごくですね、嬉しく思います。はい、今日もですね、最後もありますので皆さんの素晴らしい歌を聞かせていただきたいと思います。で、今から歌う歌は、もしもこのように歌がなかったらという歌を歌います。最後です。もしもこの世に歌がなかったなら僕はどうしよう。生きていけるだろうか。自分の心を
ただけで残しておきたい思い出の歌としては、一人それぞれ生きがいがあり、苦しいことも乗り越えられる、それはちっぽけなささやかな歌かもしれない。人間誰しも悲しめば生きていけない、シャドウというのをやってますけど、その暴走族の今から歌うのは高校時代に勤めしたグレンタイという暴走族の歌です。さようです。俺たちの前を、あいつ
単勝に楽しくなっているのさ。真夜中のカタレフミでたまらん俺たち、いつの日か薄明かりでも一下子と。